ソータさん、明けましておめでとうございます。はい、おめでとうございます。ソータさんの動画でたくさん素敵なイス様を見つけられて本当に助かってます。また自分にぴったりな企画などあれば参加させてください。今年もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。あのさ、ツイッターのフォロワーさ2万2000人いるのに送ってくれたのたったの3人。というわけで新たにチルチルアニメチャンネルできました。皆さんぜひね、よろしければ登録してください。概要欄からリンク貼ってるので、そこからね飛ぶことができるので登録よろしくお願いします。というわけで、たったの3人からしか年賀状をもらえないので、おそらく好き勝手やってももうどうせ嫌われると思うので、明けおめイラストを適当に紹介していきたいと思います。まずはこちらですね。しょっぱなからめちゃくちゃかっこいいイラストありがとうございます。金河新年っていう僕文字すごい好きなんですよね。いや、かっこよすぎて本当に申し訳ない。恨むなら本人を妬んでくれ。続きまして、こちら牛年ということでね、めちゃくちゃかっこいい牛を描いてくれたんですけども、僕ね呪術廻戦見すぎて、あのこういう墨っぽい黒い絵を見たらね、何でもかんでもあの呪術廻戦の技に見えちゃうんですよね。さあ来ましたよ皆さん、チルチルさんの最新作、ハッピーニューイヤーということで、牛年なんでね、めちゃくちゃ可愛い目玉ちゃんたちが全員牛バージョンになってますね。ここなんで泣きそうになってんの。描いてくれたのはね犬チルさんなんですけど、これじゃあ牛チルさんですね。素敵なイラストありがとうございました。今年もよろしくお願いします。続きましてこちら、やはり来たね、あの男の魅力。やっぱりね、正月のこの着物からね溢れ出る胸はいいでしょう。そう考えるとね、やっぱりイラストって夢与える仕事だよね。胸に夢詰め、夢に胸詰めやかましわ。続きましてこちら、牛年なので牛肉食う。そんな謎理論ある？牛だからってことでうまく牛肉って合わせてるけど、言ってしまえばこれドーナツ穴開いてるからゼロカロリーっていうあれと同じだよね。続きましてこちら、ハッピーニューイヤーでね、着物を着た可愛い女の子を描いてくれてるんですけども、ちょっとね、もしかしてとは思うけど、牛とアマビエ合わせてたりなんかしないよね。続きましてこちら、金河新年のね羽根付きの板だと思うんですけど、必死に頑張ろうとしてる女の子です。顔を見る限りめちゃくちゃ負けてるんですけども、すごいね、そんな負けてよくそんな強気な顔できる。そしてこちらですね、確か時間がなくてこういうイラストでしかできませんでしたって書いてたんですけど、もう全然いいんじゃないですかね。僕結構こういうの好きですけどね。しゃくり出た。ではでも何かしら今年の要素があるかと思って、これ牛だと思ってたら多分猫だよね。やはりね、おそ松さんたちも今年は新年祝ってくれてるみたいです。相変わらずね、僕は誰がどれだかわからないんですけども、おそ松さんということで認識しておきましょう。こたつで食べるみかんはうまいよな。続きましてこちら、正月といえばね、やはり餅ですよね。チルチルじゃない、これチルチルじゃない、チルチルが引っ張られてる。いや、しかし眉毛が細いから違うか、こっちの餅でかくない？これ餅じゃなくて何でしょう、なん和の美女って感じだね。まさにこれこそ日本の着物を着た黒髪の女性。唐突に京都行きたくなったわ。続きましてこちら、これね、なんか明けまして新年というよりはなんか成人式に見えたね。成人式、あでも時期がそこら辺なのか。みんなやっぱりあれですよね、着物のデザインがめちゃくちゃ素敵ですよね。こういう花の絵柄ってあれでしょうね、多分何かの着物を参考にして描いてるんでしょうね。はい、美しいラストありがとうございました。続きましてこちら、めちゃくちゃ可愛かったけど着物がかっこよかったね。なんかあのメイドさんの服とあの日本の和服というか着物をこう掛け合わせたような感じのデザインの、着物でしたね。着物姿角美人の横顔、未だに今までにないスタイルだね。これは素晴らしい。この後ろのね、髪をこう一つにまとめて留めてる時のこの飾りが何とも言えなく好きなんですよね。なんかさ、最近思うんだけどさ、あの俺のこういう好きなとこ話してる時の俺の喋り方ってなんかすごい変態じみてない？あーやっぱりスプラトゥーンはウィローさんだね。うまいねこれ。あの唯一あれだね、お正月の着物とか衣装を着てる時だけはあのスプラトゥーンのあのイカちゃんの耳がさ、耳なのかな、あれ耳みたいなところがさ髪に見えて綺麗だね。いやめちゃくちゃイカしてますよ、イカだけに。こういうこと言うからさ、なんか友達減って年賀状来なくなるんだよな。続きましてこちら、とてもね可愛らしい帽子をかぶった女の子を描いてくれました。オリジナルじゃなくてもいいならということで、おそらくね、まあ二次創作とかだと思うんですけど、ごめん別にいいんだけど、あのせめて名前を教えてほしい。さあということで、新年早々明けましておめでとうイラスト紹介させていただきましたけども、これからもね、今年もこんな感じのマイペースでね、どんどん紹介していきたいと思うので、これからもソータの暇つぶしチャンネルよろしくお願いします。とか言いつつ、ツイッターでは新年早々一発目のツイートに、今年の目標は暇つぶし引退って書いたんですけど。